都内捕獲激戦区住まいの0歳4ヶ月持ち。早生まれだから、今年4月は無理だった。来年4月に加点つけて入れるために認可外を抑えてる。復帰も来年4月予定。せっかく抑えてるからと毎日預けてるけど、それについてかわいそうと言ってくる人にもやもや。こっちは、安くない金額払ってるのにお金だけ払って家で見ろというのか。8時から5時だからそんなに長くないし、よその家のことに口出ししてくる人が多いことにもやもやが止まらない。認可外預けてるのに復帰しないでもいいんだね。あ、認可外だから？うちの区は認可外加点なくなったわ。スレッジでごめんだけど、認可外利用足す申し込み時点で、復帰がセットになってないと加点されないと言われたうちの自治体。復帰が4月で4月入園いけるのかな？って素朴な疑問。自治体によって違うかも、出し器を悪くしてしまったらごめんなさい。もやりポイントについては同意だよ。私も同じことしようと思ってたから。私も、1歳児を保育園預けてるけど、4ヶ月の子を仕事してないのに、毎日預けてたらもやるわ。保育園で遊べるわけでもないのに。数時間ならわからなくもないけど、8時から5時って、子供と一緒にいたいとか思わないの？8時から17時って結構長いよね。毎日8-17で預けてるわけじゃないよね。旦那さんは何も言わないの？激戦区だと育休中から保育園を抑えてる人ってあるあるなの？びっくりだわ。仕事してる人でも、だいたい8時半から16時半だよ、うちの地域。150人の園だけど、17時過ぎには2から3人しか残ってないわ。育休中で、毎日8時17時って長すぎ。そんなに長くないって、何を基準に言ってんだろ。帰るのみんな早いね。うちの園は、平均が17時30分で、18時でも、まだ5人くらいはいる、定員14人の小規模園。仕事が16時30分までだから、そんなもんかと。朝は8時前くらいから連れてってる上の小学生が出るのに合わせてみんな出る。幼稚園の預かり、保育も18時の子が多い。し、朝も7時30分からやってるから、うちの子は朝から行きたがって8時過ぎには着く。仕事してな、行け、と4ヶ月の子を毎日8時17時で預けてるみたいだけどね。しっかりそう書いてあるね。面と向かってかわいそうとか言う人にもやる気持ちはわかるけど、実際かわいそうだわ。本人目の前にいたら言わないけどさ。しかし、そんな低月齢の子を毎日長時間預けて心配だったり寂しくはないのかな。釣り。8時5時で預けてる知人を叩いてほしい人。こんなところに書いたら叩かれると想像できない人。あえて叩かれた EM 気質の人。さてどれだろう。4ヶ月の子を8-17で預けて、本人は何してるのかが気になる。お金払っててもったいないから、フルで毎日預けるって時点でお金子供なんだから、かわいそうって言われても当然だと思うわ。かわいい0歳の時点でこれなんだから、仕事子供で、この先、どれだけ保育園に丸投げするか目に見えるようだ。誰が、本当のお母さんかわからないだろうね。みんな、そんなに、よその家庭の預け時間とか気にしてるんだね。そんな無駄なことに時間費やしてないで子供かまってあげたら？子は、保育園楽しそうにしてるしお友達もできたし、集団生活は、やっぱりためになるよ。お金もったいないならそのまま復帰すれば、席も置いとけるし収入も増えて、一挙両得なのに、なんでそうしないんだろうね。そういうちゃんとした理由があるなら、誰もかわいそうなんて言わないのに。0歳4ヶ月時のお友達？頭大丈夫かこいつ。自分からアピールしといて気にしてるんだねとか言われましても。かわいそばばの大安売りだね。純粋に仕事してないなら預けるなよと思う。子供かまってあげたら？盛大なブーメラン。よその子だしかわいそうとかみじんも思わないけど、そんなに子供と一緒にいたくないのになんで産んだの？とは思う？あれかな？アクセサリー的な？